の、思い出について教えてください。はい、ちょっとなんて書いたか覚えてる？これ剣です、健康の剣。あー、そっかそっか。子供の時、うん、父が、うん、習字が好き。じゃあ久しぶり、久しぶりにやったのかな。久しぶりです。おー、でも楽しかったね。楽しかったです。スリーへ行ったことが、書道をやったことがあります。クラスメートも優しくて面白いです。こんにちは。私は学びで勉強するときは面白いですが、学びの活動はいろいろだったです。書道とか勉強することはとても面白いです。あとは友達もできました。はい、とても楽しかったです。私は九州市大学に合格しました。それは私の絵を練習に書きました。楽しかったです。去年の夏の時は、学びのなんかスカイツリーに行きました。その組織のイベントですね。なんて書きましたか？私の書きのものは、夢の大学入りたいです、ね、うん、そして、うん、なんか奇跡のような私本堂で、モサビの美術大学を告白しました。いろいろな活動がありますので、例えば年賀状を作る人です。学びでいい友達をできたと思います。はい、じゃあこの中で一番お気に入りのはどれかしら。どれが一番よくできた？これ経済学学ぶ方法、なんだっけ、モノポリーってゲームだっけ？そうですね、ゲームです。モノポリーやると経済の仕組みが
よく知る。わかるんですね。そうです。武蔵野大学。あ、そうか。武蔵野大学の校内だね。あ、そっかそっかそっか。最初からの方で、ね、いろいろ不安の感じがありました。でも日本に来たら学びも勉強の考えとか先生が教えるかと思います。本当に優しいですが、いい感じで思います。今まで日本の生活も慣れました。本当に学びの先生たちは感謝します。ありがとうございました。一番印象深いのは、自分の担任や先生のいろいろな人を教えるという本当にありがとうございます。まあ、勉強以外はいろいろな日本文化体験の授業があったので、まあ、身を持っていろいろ日本の文化を感じられました。花火の中で一番好きの好きだったのは、コミュニケーション の授業がとても好きです。みんなが自分の地元が紹介して一緒に話してとっても楽しかった。ショイさんはどういうことを紹介したんですか？どこの自分の地元はどういうふうに紹介しました？地元のお土産とか天気とか、どこで遊びがいいとか、いろいろが紹介しました。はい、この2年間、我慢をしなければいけないことが多い留学生活だったと思います。でも、こんな時だから感じた気持ち、理解できたこと、こんな時だから経験できたこともあったと思います。それはこれからの皆さんの人生でとても大切なものになるでしょう。私たち渡美外語学院にとっても、皆さん今日までありがとう。そして卒業おめでとうございます。皆さんの未来に幸多かれ。祝各位感情成功中登来，希望大家前程似锦。卒業おめでとう。卒業おめでとうございます。卒業おめでとうございます。卒業おめでとう。卒業おめでとう。卒業おめでとう。祝贺大家毕业。祝梦雷动业果干。卒業おめでとう。